調査会計は、朝鮮末期の教育者であり、漢方医、独立運動家。ゴーハヒグ、ジは3ン本願は、鎮授教師。平安北道徳川生まれ。1884年、環境南道に移住し、漢方医学を学んで漢方委員を経営しながら、子供に漢文を教えた。1911年。 木の富条約締結を見ると、満州北貫島に亡命して、他の独立運動勢力と連携し、4年後両河に移って、独立運動を防御した。1915年両東尿川県に移り、ウラジオストクと往来しながら、独立運動を試み、両河周辺の農地を開墾して、朝鮮人村の新興村を建設した。1917年吉林省県に、 光東中学校を建てて、朝鮮人教育に尽くし、独立精神を吹聴した。その後校東中学校と新興村を他の朝鮮人に譲り、朝鮮に潜入する。1919年3.1運動が起きると、加入していた、ウラジオストク新館村老人団の吉林少子部長となり、朝鮮総督暗殺を決意した。 同年ロシア人から手榴弾を購入し、元、と共に、元山府を経て、京城府に潜入した。1919年9月2日、長谷川義道の後任に、斉藤実るが、朝鮮総督に任命されたことを知り、斉藤の来朝当日に、南大門駅で、斉藤総督を暗殺するために爆弾を投げた。しかし斉藤はほとんど被害をこむらず、 爆発によって、護衛の日本人警察をはじめとする死傷者37人を出した。今日は現場から逃走し、ご安氏 A の紹介で、超翼系、林消化などの家に隠れたが、高等係刑事の勤代席によって逮捕され9月17日に収監された。裁判の後、1920年11月29日に大門刑務所で、公主刑が執行された。 ありがとうございます。